気が捨てば、あなた自身がそこにいる。そろそろ。サンタの魔法が。聞き始めた頃じゃない。サントラ君はい、えー、三浦じゅんのサンタラ君、後半でございます。本日のゲスト、恵比寿吉川さんです。どうも、こんにちは。<laughs> もう早速は。あの恵比寿吉川です、えー。川崎市の会社員の方から。はい 本日は生放送と伺いましたが、エビスさんは大丈夫なのでしょうかっていうメールいただいてるんですが。いや、そう、意味がよくわからわか俺はもう絶対生放送には全、全く何の問題もない。そうですよね。あの、あんまり。深夜のやつも生でしたもんね。変なことは絶対言わないし。言わないですよね。おとなしい人なんですよね、本来は。本来はね。そうですよね。それを、こう盛り上げられるから喋ってらっしゃるだけですよね。そうですね。で絶対あと漫画を描くときにちょっと本音が出て、はい。なんかこう、変な漫画になったりしますけど。 本当はエビさんはいい人じゃないって書いてあるんですけど、いい人。そん,ななんですいい人ですよね、えー。俺は自分ではいい人って思ってます、えー、正直な方ですよね。正直です。ねえ。はい、あの、なんか常識っていうのがあって、そこから外れると悪い人ってことになってるけど、<laughs> そうじゃないですよね。常識なんて時代によって変わりますもんね。そう思います。じゃあ僕はじめ、あの、<laughs> 安西はじめさんみたいに遅れてくるから大丈夫なのかなと思ったけど、うん、ああ、それはないですね、そういう靴じゃないみたいですね。時間は本当にきっちり守るタイプですね。そうですよね。ですね。で、エビさんというと映画ですよね。<laughs> やっぱ <laughs> でもね、そんなに映画っていうほどね、ええ、もう見たらね、すぐ忘れていくような。はいええ あの、みんな3回好きな映画を何回,も何回も見るじゃないですか、ね。えー、俺そういうことは全くなくて。もう初見でしまいですか。100でしまいで、えー、次はまた新しい別の映画を、とにかくいろんな映画を見たいって思うタイプなんで。はいはい、エビさん昔僕なんかおしゃべりさせてもらった時に、はい、なんか、 たくさん寝る映画が好きだっておっしゃってたような気がするんですけど。え、たくさん寝る映画ルイマルの鬼火みたいな、何回も最後まで見られないぐらいの方がいいっておっしゃってたよ <laughs> 確かにもう映画館でほとんど寝,寝ることは多いですね。あ、寝るんですか寝ることは多いでそれは映画が覚えてないわけじゃなくて、寝てるから覚えてないってことですか <laughs> そうですね。ちょっと退屈だなと思った映画はすぐ寝ますね。で 暗いですもんね、映画館。映画館暗いし。暗いだけで寝る人いますよね、大人の人でもね。小学生のレベルの人いますもんね。でもね、俺は小学生のレベルじゃないと思うんですよ。あ、もう遮断するわけですね。俺、一回だけね、実は女性の人と映画見に行ったことあるんですよ。これ、一回だけね。いくつぐらいの時なんですかえっとね。 えっと、10年ぐらい前ですかね。割と最近。ですけど、まずいじゃないですか。やいや大丈夫ですよ、これ。この話。そ、れで、その人が、寝てました。その方がその方が寝てて。どんな映画だったんですかそれは。それはですね、えっと、螺足の、は、裸足の2000マイルだったかな。オーストラリアを舞台にした映画なんですけど。裸足の裸足の2000マイルって言って、あの、少女がね、あの、出 オーストラリアから、こう、自由を求めて、脱出するっていう。面白そうな映画じゃないですか。ええー、私は面白くすごい見たんですけど。その感じは何がお気に召さなかったんですかねまあ、わかんないですけどね。うん、まあ、映画そのものが好きじゃなかったかもしれない。ないいね。俺は無理やり多分誘ったんだと思いますね。ああ、そうですか。エビさん 今回持ってきてもらってるレコードは、1回目から、ゴダールの作品を選んでらっしゃるということです、ね。ゴダールは好きでよく見てたんですよね。エビスさんの、まあ、初期の漫画とか、はい、あの、えー、地獄に落ちた教師どもと、えーえー、私は馬鹿になりたい、なんとなくピンピンまで行くまでは、えーはい、すごいシュールでしたよね。そ,<う>それをシュールの謎が分かんなかったけど、えー、ゴダールだったんですかゴダールとか、はい、あと、まあ、 日本で言えば、大島なぎさとなんかゴダールがすごく似てるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、あと、あの、アランレネとか言いましたね。アランレネ、はい。それから、アランレネはですね、こっちで言うと、えっと、あれ砂の女を作った人だよね。砂の女。原さん。ん。は、あの、不思議なですね。あの、アランレネと手塚原ひし。大島なぎさとゴダールってなんかちょっと思ってるんですね。ほんで、えっと、よく見てました。そのゴダールは寝ないんですか ちょっとね、やっぱ寝る時ありますね。でも、すごい好きな映画って、最後まで起きてるもんじゃないんですかそれがね、やっぱりね、難しくて、ちょっとあの、理解ができない時はちょっと寝れるんです。え、それまたね、寝から覚めて起きた時、さらにわからなくなってますそう、わからなくなるんですよ。でもね、それでもいいんですよ。あの、わからない。のがいいんですわからなくても、あの、そのわからなさそうを楽しんでますから、 まあね、寝たとしては、本当は寝るのはね、良くないんだけども、どうしてもこう、理解できないと。でもそれは、睡魔を誘うぐらい、逆に言うと、気持ちいいってことですよね。まあ、よく言えばそうですね。よく言えばそうなんですけど。ミケランジェロ・アントニオーニーの、ジョージとか、なんか砂丘みたいなやつだったじゃないですか。全然意味わかんなくて、よく寝て、で最後なんか、ジョージって映画は、女の人の膝で男泣いてたでしょ。あ 俺、それはちょっと覚えてないですね僕なんか寝て起きたらもうラストシーンになってて、ええ、ジョージっていう映画。男がね、女のろの膝で泣いてんですよ。ええ、で情けない映画なと思ったくらいしか覚えてなくて、意味がわからなかったんで。<laughs> おぜね、なんかね、そのね、例えばまあ、砂、女では、まあわかりやすく言うと。あり地獄みたいになってるすよね。そうね。あれ、砂の中にこんな家が絶対、ないはずなのに、なんかこう、これがいかにもありそうに、あの、作ってるじゃないですか。エビソンの漫画ですよね、それがもろ。だから、それ、そういうのはなんかこう、楽しめるんですよね、なんか。こう、不思議な感覚。はいはい。だから、それは、ミステリー映画として、楽しみますけどね。はあ。 ちょっとその、ゴダールの中で一番お好きなんですかウィークエンドって。そのウィークエンドがですね、すごい好きだ。もうね、俺も自分で決めてるんですよね。もう外国映画でナンバーワンなのは、えっと、ウィークエンドだ。ウィークエンドなんですよ。って決めてて。外国って言ってもめちゃくちゃ広いですよね。めちゃくちゃ広いんですけど。インドも全部入るまですよ。そうそう。まあ、インド映画ってあんまり見てないんですけど、まあ、それを含めてとにかく1位なんですよね、自分の中で。 だけど、そのね、ストーリーがね、どんなストーリーかはよく覚えてないんですよ、実は。ただ、ただね、めちゃくちゃな映画だったなっていうのだけは、あ,はい、あの、記憶にあって、今、あの、ちょっとこう見直してみても、あの、あれこんな映画だったっけっていう、こう、あれまた新たな発見が。なんかね、ちょっと違ってたような、もうすごいあの理屈っぽいんですよね。ああ、そう,うですね、そういったあのね、 えー、昔、その、やっぱり過激派みたいなのがいたじゃないですか。はい、そういう。なんかそういうのも、なんかこう。人にはグッと来る、ね、関係してて。はい、なんかこう、なんていうか、とにかく、はい、まあ、俺たちの味方をしてる映画なんだろうなって。俺たちっていうのは、エビスさんのことですか。はいはいはい。<あ>ないかなって思う。シュールな人の味方をしてる映画であるってことですか <laughs> はい。今日先ほどちょっと、その、ウィークエンドっていう、 テーマ曲ってあったっけって言いませんでしたけど言いました。音楽に関して全く覚えてくないんですね。ないんですよ。これサントラ君っていう番組なんで、サントラメインなんですけど。じゃあちょっと聞いてみましょうか。あ、聞いてみましょうちょっと聞いてみてくださいね。思い出しくださいね。ウィークエンドじゃないかと。あの、スタッフの方も、もう、あの、ご本人がはっきり言わないもんで、どうかわからないことになってます。これ、これもシュールなことになってきます。 オープニングはなかったですかオープニングは多分なかったと思うんですよねお無音ですかうん無音でしゃべり声だけはもうとにかく喋るんですよこういう音楽がかかったのは多分後半だと思うんですけど寝てましたよねそこはいや寝てない寝てたかな寝てないと思うんだけど気持ちよくかかってんだよこの音楽いやそうかなとにかくねもう不思議な映画で絶対ありえない映画なんです設定が 割とちゃんとした曲ですよね、これ。ねうん、こ、ありえますよね、これ。この曲はありえます。ありえますよね。だから、もう不思議なんですよ。もっとなんか現代音楽みたいになったらいいけどね。そうじゃないですめちゃくちゃな音楽かな。誰か情報入りました。情報入りませんか。L、L、E。彼女と彼っていう曲らしいですよ、これ。へえへえーって。どういうことなんだろう。あの、 えと東京都の風呂桶オーケストラさんから蛭子さんがあのこれから出るんですかと、はい、早めに寝,寝ようと思ってたけど嬉しくて寝られませんまで言ってんだけど <laughs> 曲がわからなないいいことになってしまいました <laughs> すいまままたすせん KK <laughs> さんという福岡の方も、はい、恵比寿さん待ってました頑張れって言ってんだけど、はい、その記憶は戻らないでしょうか ルイ、ルイとかなんとかいう人の、うんなんか、K.L.E.L.E.L.E. <が>彼女と彼っていう曲だったって。これはでもなんかこう、彼女と彼っていうタイトルはゴダールがつけそうな感じしますよ。あそ、ね、えー、えええそれがウィークエンドに使われてたっていうのは、全然エイツのイメージとこの音楽は違いますね、であ、違いますか。全然違う。うだけど、 わかんない。その映画でこれがかかってたら、こういう気、恐らく気がつかずに、<ぇ>あの映画のあんまり不思議なストーリーに、<ぇ>あの、ちょっと。あ、めり込,込んでて音楽が入ってないのかもしれない。ないなうらいな、らいな。じゃあサンドラ作ってる人、偉い損ですよね、これ。ね。<laughs> そうです、ね、大失敗ですよね。いらなかったんじゃないかって話ですもんね。不思議な映画に不思議な音楽はいらないってことですよね。不思議な、そうですね。そうですよね。<ぇ>そんなのね、ちょっと。効果音みたいなのでいいかもしれない,い,いですよね。 なるほど。わかりました。もういいですか、ゴダール。ゴダールもういいですかゴダールって、喋疲れやすですね、やっぱり。ゴダールは、とりあえずウィークエンドは一番ですか一番。いろいろあるじゃないですか。ローリングストーンズのが出てるやつもありましたよ、ゴダールの。何がありましたなんとかプラスワンっていうのがありましたよ。えっと。なかったでしたっけいや、なんかありまほとんど見てないですけど、ゴダールは。あ、ほんとなんか。あのね、えっと、あ、これ、あれこのタイトルは放送していいのかなあ、 あの、わかった。言いたいのはわかなんとか着ぐるいピエロのことでしょあれ着ぐるいって読むのはい、読みます。あれ大丈夫です。キグなのあ、もういいです。その話はもういいですので。はい。ということで、第2、二曲目言っていいですかもう。それで、大丈夫なんですかってメールが来てたんですね。そうそう軽蔑とかあれはちょっとあのね、字が変わってるんですよ。変えてありました。あ、軽蔑ってのがありましたね。ありましたね。 じゃ、次ね。これ意外とものすごくオーソドックスじゃないですか、予備さん選ばれる。ヒマワあもうこれはもう、ももう、もモダールから全然違う。いや、もう、ビットリア・デシーカーっていう監督もすごい好き、好きだったんですよ。どういう作品でしたっけ、デシーカーの他のやつはえっと、大体ね、いつもマルチェル・マストリアンが出て、そうやってソフィア・ローレンが出るんですけど、やっぱりね、あの、あの、芸術映画っぽくはないんですけど、まあ、こっちで言うとまあ、 日本の監督でう山田洋次みたいな感じかな。ああ、はいはいはい、うん。とにかくいい映画、ね、幸せの黄色いひまわりみたいな話ですよね。そういう感じですね。ねはい。でもあのストーリー、あのー、出だし、船着き場からイチャついてたでしょ。僕ね。ええ、そうでしたっけ中学の時に、まあ、リバイバル上映だったと思うんですけど、ええはい、見て。ええ 反戦映画だったし、ええ、すごい泣いたんですけど。ええ、俺もすごい泣いた。なんか、DVD かビデオかな,かなんかなって買ってみたんですよ。た、ええ、だからね、マッソルヤンニとソフィアローレンが船着き場のところ辺で、ええ、もうなんか、クンズんずグレれツやってるんですよ。ええ、そんなシーンありましたっけね割とオープニングでした、それ。ほんと僕なんか、中学生だったから、見てはいけないと思って、記憶を消したのかわかんないんですけど、戦争に兵役に取られるって言って、 ちょっと変わったことした方がいいって言って、<ー>みんなの前でなんかラブラブのシーンあるじゃないですか。あのああ、そんなシーンやったって俺。俺本当にね、はい、なんか、あらゆること忘れてしまってますね。どこを覚えてるただもうロシアに行って、はい。行きましたね。そのマ,マストロヤニが、うん、あの、かぼじて生き残って、はい、っそのロシアの女の人に助けられて、はい、その方と結婚されたんですよ、ねう。それがものすごい綺麗なんですよ、ロシアの人が。人す,すごい綺麗な。それがね、はい ソフィアロレンが生きてるということを知って、ねええ、訪ねに行く、行くんですよ。あれ、なぜ戻ってきたのかなって僕思ったんですよ。ソフィアロレンが、うん、綺麗な奥さんをあっちの、ね、ええ、戦地の方で知り合ったじゃないですか。ええ、マステルヤンに。はい、戻ってくることないんじゃないかなって僕、そんなんだったら。あれ、ちょっと待って、戻ってきたんですかって。二股になって、ことになってるわけですよね。あれ、あれ、マス、えー、っと、ソフィアロレン一人で帰ってきたんじゃなかったっけなんかマステルレンが会いに来ましたよね。<何><何> あの、ソフィア・ラオレンに。あいに来たんじゃなかったでかそうでしたっけ俺もなんかそういう、も記憶がもうダメですね。なんか戦争で引き裂かれた恋人となんだけど、戦地で知り合った人と結婚してるんですよね。もう亡くなったと思って。でも、俺、それ見返したときに、その戦地で知り合った人は、割と貧乳なんですよ。僕気がついたんそうでしたっけおっぱいがそんななかった。でも、そこでいいとこじゃないうん、そこなんですけど、 ソフィアロールでめっちゃ巨乳やんです。そう、めっちゃ、俺もうソフィアロールが大好きなんだけども、えーえー、そのロシアの。島の女とかでも強烈だったじゃないです,か、えー、すごい。ええー。それでね、えー 帰ってくるとき、俺、ロシア、あの、ソフィア・ローレンに心を入れてて、気持ちが入ってて、ソフィア・ローレンがすっごい可哀想な立場になったなって言って、思って涙が出たんですよね。じゃあ、ソフィア・ローレンに感情移入されたってことですよね。そうなんですよ。はい。全然似てないですけど、エビさんとの雰囲気は似てないけど、ソフィア・ローレンに感情移入されたと。そうです、そうです。でも俺、なんで戻ってきたんだろうと僕も思って。え、それ、ちょっと待って、戻ってきたのはソフィア・ローレンですよね。ソフィア・ローレンが戻ってきたんですか。 多分、でもまたなんかちょっと、あるんですよね。感情が残ってたんですよね。えっと、誰が、えっと、マスレアがやっぱりね、巨乳好きなんじゃないかとね、大人になって初めて思ったけど、その、監督のメッセージは、反戦ではなく、巨乳大好きだったんじゃないかなって、ちょっと大人になって汚いこと、心で見ると、あまりにもありましたからね、ソビアロールのおっぱいが。 すごい、サキュアロレン、本当に確かにもう大きい。いですね。綺麗で。まあ、おっかさんという感じでしたけどね。まあ、そうでしたね。俺たちはまあ、若かったから。ちょっと、エビさんそれ記憶聞いてもらって、ちょっと泣いてもらいましょう。ひまわり。これは覚えてるでしょええ、もうこれは涙が出ますね。聞くと。涙、実際には出、出ませんけど。そんな言葉で聞いてないな。ということで、ひまわりのテーマ、ヘンリー・マンシーに楽く いい曲ですよね。これ、ねも、うなんか、ひまわり畑はね、バーって画面いっぱいにやってね。ああ、あります。ちょっと思い出しますね。うるっときますよね。うるっときます。これ。五段の時、全くなかったですけど。反応がありましたね。初めて反応が出ました。そから。これ、すごくまともな引き下がれた恋の話じゃないですか。そういうのもオッケーなんですか。 えこういうのも、まあいいんですよ。はい、もう、だから戦争時代っていうのは本当にね、最近よくね、あの日,本あの日本の戦争映画のね、はい、時々、はいはい、今ね、ちょうどね、汚れた心っていうのが、はいはい、そこのユーロスペースでやってるんですけど、はいはい、これ見たらね、ブラジル人が作ってるんですよ。はいはい、そういう俳優がね、日本人ばっかりなんですけど、はいはい、この戦争の時代のね、この残酷なね、はいはい あの、もう、ほんにもう、ダメだなんて、もう、もう、だから、戦争は絶対ダメです。いけないですよね。戦争はね、あの、小さな俺たちに比べたら喧嘩ですから。喧嘩も良くないですよ。大きくなっただから俺はもう喧嘩は絶対しまえて心がけてるんですね。ひまわり見てから。ひまわり見てから。無理やり映画の話にしますけど。うん、ひまわり見てから。はい。そんで、とにかくね、もう、喧嘩するぐらいやったらもう、俺よって思ってるんですよね。なるほど。もう相手の言うとおりにした、したがった方がいい。じゃあ、オリンピックとかどうなんですかあれ、喧嘩じゃないですか いや、あれはね、スポーツだから、あの、なんか戦ってる。国対国じゃないですか。いや、殺し合じゃないからいいんですよ。あそうですか。あれはもう、オリンピックはもう戦い、って言ってもスポーツの戦いだからいいんですか。あれはいい、いいです。いいです、いいです。でも、やっぱりサッカーとかも僕はあんま全然興味ないんですけど、あの、国対国で戦って、やっぱりなんか、応援するじゃないですか。本当にサッカー好きだったらもうサッカーって応援すればいいじゃないですか。サッカーが好きなんだから。だから最終的に国になる感じが、ああ、そうこれは始まりかもしれないって、よくないと思って。 でも、まあ、あれは一応、あの、誰かが傷つくもんじゃないからいいんじゃないかな。まあ、いいんですかね。あの、ただ、スポーツで勝敗を決めてるだけだから、ただ、やう気になってるところはね、ちょっと、みんなもう少しこう、ゆったりすればいいんだけど。ひまり見てね。ひまわり見て。さあ、最後の曲になりますけど、 このウエストサイド物語ってめちゃくちゃまともじゃないですか。そうなんですよ。これね、あの、ジョージ・チャキリスト、ジョージ・チャキリスト、ナタリー、ナタリー・ウッドと、えっと、なんとかベイマンっていう、えっと、リチャード・ベイマンだ。はいはい、出ました。これがね、この三人の恋物語なんですけど、もうほんとね、ミュージカル映画って俺はね、初めて、俺もね、苦手だったんですけど、 このミュージカル映画だけはね、すっごいハマりましたね。この映画だけはね、二度見ましたよ、俺。珍しいですね。珍しい。一回しか普通映画見ないのに、二回見た。ジェットダンとシャークダジェット団ンとシャーク団。あ、よく覚えてますね。見ましたんで。で、こう、こう、そうそうそう。クールボーイでしょ。ね。これもね、あの、こう、シャークダン。なってないじゃないですか、エルサンが。全然ならないじゃないですか。 こ、これをやらないとね。あ、これ。あの、軍団に入れてもらえないですから。指鳴らせないと。ウエストサイドのもん。でももう足が上がらないと思うんですね。ピューない。いやいや、そんなの、元から上がってないでしょ、あんなに。あんなに上がるわけないじゃないですか。意外ですね、それは。ミュージカルを。そうなんですよ。これのね、ウエストサイド物語の予告編っていうのがね、また俺映画館で見たんですけど、この予告編、何にも出てこないんですよ、画面が。ほんでね、なんかこう、なんかこう、 なんかこう、模様が、縦と横の模様が出てくるだけで、音楽がね、ダるだけの、ゃれてましたよね。こんな予告編を初めて見たんで、いや、これますますみたいでってなんか思いましたよ。じゃあもうリアルタイムなんですよね。リアルタイムでご覧になったとリアルタイムで見ました。れはもうリバイバルだったので、上サイド。ああ、そうなんチャキリスね。 うんまあ、不良の対決ですよね。そう、不良の対決なんです。まあ、話はね、なんてことないんだけど、やっぱりその、その、音楽と、その、リズムと、なんかそういうのがすごく綺麗に合ってましたよね。意外ですね。もう、その後、サウンドミューオブミュージックとかいろいろ出てきたけど、やっぱり、ウエストサイド物語には勝たないと、俺は思います。じゃあ、ちょっと聞いてみましょうか。ウエストサイドストーリー。ウエストサイドストーリーの出だし。 それやっぱり指鳴らしましたねなんか俺たちの青春の頃はすごいかっこいいと思ってたけど今もしかしたら時代に合ってないかもしれないど今,なんでね今ねあの手指聞くと声帯やってんのかなって思っ骨鳴らされてんのかなと思いましたちょっとよく考えたらでもあの頃の不良って指鳴らすの口笛ですよね,やっ,ねやってましたもんね吹けない鳴らせないじゃ入れてもらえない時代ですもんねしかもリーゼントでしたもんねヤンキーの走りですよねあれがねそうですね <laughs> 意外な選挙でございましたけど。え映画は今後、ま、今後っていうか、昨今ではその、さっきおっしゃってたやつがいい。い。いということですね。まあ、そうですね。まあ、アクション映画も見ますけどね。あの、さっき、あの、なんだっけ、今、アメイジング・スパイダーマンとか。はい。あの見るんですかそれから、あと、今、ダーク・ライジング。あの、バットマンのやつバットマンのやつ。見たんですか見ましたか あのー、ヘルタースケルター見ました。まあ見ました。ああ、見てるんですかえてるんですか <laughs> 見ました見ました。あれ、いきなり脱いでましたよね。<laughs> そうですね。あれ、いきなりでしたよね。いきなりでしたよね。よねもうちょっともったいつけるもんですよね。ねえ、びっくりしましたよね、あれね。まあ、ちょっとまあ大胆でしたよね。ノンジャンルで見られるんですね、エビさんもね。えどうジャンルはないんですね。映画のジャンルはもうそうですね、いろいろ。 まああれはまあ沢尻エリカっていうことでちょっと見ましたけど。沢尻絵里カで見たんですかまあそれはあります。やっぱり沢尻リエリカすごい綺麗ですからね、ええええ、やっぱりちょっと見てみたいと。まああれだ話題性が。労働省でちゃんとご覧に。ああ偉いですね。やっぱりそれはそうです締め、ね、込んでみました。そうですよね。はい、社会で見るとなんか困りますよね。どうですかって言われた時ね。ちょっときつい時ね、<laughs> ね困りますもんね。自腹じゃってやってるということで。<laughs> どうやって締めましょうか、うん、それは教えてほしいんですが。<laughs> 今ね、俺、映画ね、<っ>あの、シニアで、1000円で見れるんですよ。あ、そうだ。そうだ。今ね、すごいシニアの構多いですよ、だからだ。いいですね、1000円です。僕はね、うん、夫婦で1000円でああ、夫婦でね、うん、であれ夫婦割引もいいですね。うん、だから全然知らない女の子でも、うん、夫婦だって言えや。 入れんですそうなんですよ。えエビさんも単独で行きますよ。ねこんなのした。あ、これ言ったらまずいから、やっぱり言うのは、まずいですまずいですね。まずいですね。絶対まずい。シニアになっていいことって、やっぱりそれぐらいですよね。それぐらい。映画、映画の日でもないのに1000円だってことですよね。だからね、もう映画館今シニアで溢れてるんですよ。ああ、そうですよね。あの、もう、本当にね、シニアの方、朝からいっぱいいますよ。映画館に。そうですよね。 ということで、シニアのエビ寿さんに来ていただきました。あ、どうも。追い出していいですかはい、いいどうも、本当に。どうも、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。どうも、ありがとうございました。さんでございましどうも、ありがとうございました。さあ、そういうことで、エビスさんの3曲、お好きな3曲。本当は、優勢からのブッダ X がどうしてもかけたいということだったんですけど、レコードがなかったです。残念でございます。この次回かけたいと思います。ジョン・カッペンターの 映画は語りたいとおっしゃっておられたので残念でございました。ということで、じゃああの前半と同様続き生かしていただきたいと思います。えー、続きはですね、ウエストサイド物語の後に、こう、ちょうどこう流れとしてはいいんですけど、私もあのミュージカル映画っていうのが、あのー、なんか苦手っていうかうん、どうしていいのかちょっといきなり歌、歌われてもなとは思ってたんですけども、この映画で、この映画、 唯一ハマりました。南太平洋っていう映画だったんですけども、この映画、すごい良くて、まあ曲が良かったんですよね。あの、不自然に歌い出す映画いっぱいありましたけど、一曲一曲が全曲いい曲で、これももうとても思い出、僕リバイバルで見たんですけども、その後即サントラ買いに行って、これは LP で買いました。全曲良かったので、ぜひとも聴いてください。えー、少しお待ちくださいということで、いろいろ今トラブっておりますので、 えー、曲いけますということで、もうどっちなんだっていうことですけども、南太平洋の中で、もう今度は LP の中で選ばせていただきましたけども、あの人忘れたいって放題がついてたやつが、とてもぐっと来ましたので、ぜひとも聴いてください。はい、とういうことで、南太平洋でも、南太平洋っていうとやっぱり有名な曲はバリハイっていう曲で、南国ムード丸出しの曲でございましたけども、そこでもやっぱり南国のそのバリハイっていうところで、 あの、軍人の人がアメリカの辺の人が、恋に落ちるんですよね。あの、なんか滝みたいなとこで、髪の毛のセンター分けした長い髪の毛の人と、あの、恋に落ちるそこもうすごい、とても羨ましかったんですけども、ミッツィー・ゲイナーっていう、こう、ホットパンツ履いて、割とショートヘアの人だったんですけど、もう、もうその頃、もう誰でもいいやってことで、も、ま、う、あ、大好きになりました。もうとりあえず主人公の女の人全部好きになっていこうっていう、中学時代でございましたので、大好きになりました。 えー、後に南太平洋が、えー、完璧版っていうのが、あの、公開されたか、DVD になったか、だと思うんですけど、僕、気がついてなかったんですけど、これ、よく考えた第二次世界大戦の話で、敵国は日本でした。そして、日本兵のカットの部分が、もう、日本兵のシーンが、カットしてあったってことだったんですよね。だから、こっちはなんか、ちょっと、んなんか、南国ムードだけのイメージだったんだけど、 先ほどエビさんがおっしゃってたように、戦争は良くないということが、えー、描かれてたと思います。ということで、次の曲いきたいと思います。次の曲はですね、僕が生まれた1958年に公開になりました。えー、吸血鬼ドラキュラ。えー、いきなりまた話飛びますけど、これもですね、今までのそのフランケンシュタインとかドラキュラとか、あのー、えー、そのね、名前出ないんだけど、あのー、ボリス・カーロフとか、 えー、ベラルゴシとかっていう方がね、あの、ハリウッド映画では演じてられた、あの、演目なんですけども、あの、ハマープロっていう、またこれも、なんて言うんですかね、ちょっと、こう B 級の匂いをプンプンするような映画会社がですね、58年に吸血鬼ドラキュラっていうのを撮ったんですけど、その映画が、まあ、当たりまして、 それでクリス・ファーリーという人が、あの、一躍有名になるんですけども、クリス・ファーリーって後のスター・ウォーズとかも出ていらっしゃいますけど、皆さんやっぱりそういうホラー映画とか SF 映画の、やっぱりリスペクトすべき人物はクリス・ファーリーであるということで、クリス・ファーリーさんの主演で、え、ピーター・カッシングという方が、え、その方もスター・ウォーズに出てこられました。やっぱりそこら辺のルーカスさんとかがもう大リスペクトしてた二大巨頭であるということで、その方、 必ずハマーフィルムでは役変えて出てるんですよね。まあ、あの、クリスファーリーさんはドラキュラ役多かったですけど、ピーター・カッシングさんもいろんな役で出てくる。僕ちょうどその頃関西にいましたんで、 吉本新喜劇とちょっと似てるパターンで、また同じ役者が違う役やってるみたいな、そこがまたなんか楽しみの一つでございました。えー、ブロムストーカーという人の小説の原作だったと思います。えー、吸血鬼ドラキュラがなぜ首元を噛むのか、僕はこの頃小学生だったんで意味がわかりませんでしたけど、大人になって首筋が性感体であるっていうことがわかりました。さすがドラキュラということで聞いてください。吸血鬼ドラキュラのテーマ。

でね、あれはやっぱりあの大人テレビなんか見ててテレビであのあの映画で主人とかやめてしまうとこにあの。

あ,あとね、あの、え、 エマニュエルと最近は言うね。マニュエルね。って言ってたけど、違うんですよ違うのあの、エマニュエル夫人三部作の後、あの、エマニュエルという、ニュエルという、あの、シリーズに変わって、あの、シルビックそうテル。そうそうそう。整形したっていう設定で、シルビアクリステルが優勝出演で、特別出演で、ドアマ整形前っていう設定出てるんですよ。そういう設計で変わったからニュわっのそれで、になったんだ。それで、エマニュエルシリーズも3 最近またね、ドサッと出たんですよ。僕ね、解説書いたんだけど、全然違う人はやってた。んだでも、ニュエルになってた、その頃は。そうですか。あの、てことは、あの、エマン、エマニエル夫人の、特に、あの、3番目の、サヨナラエマニエル夫人がありました、ありました。あの、これね、あの、ちょっと特別で、一番最初男の人だったじゃないですか。男の人やってました。旦那さんね。 三枚目だけは違うの。はいええ、あの、センシレスブールとジェンバーキンなの。 ああ、そうか。それで、あの、当時ね、あの、レゲエ帳なんですけど、あの、当時ね、私、その頃はね、レゲエをね、レガエって。書いてあった。レガエって昔は言ってたんですよ。レオンラッセルのことを、リオンラッセルって書いてた。そう、そう、そう、そう。書いてあった、書いてあった。レガエだった。そういえば、あの、先生聞いてて、あの、思ったんだけど、あの、二つ取ってたんでしょあの、ロードショーと、スクリーンと、ね、それであの、別冊 あの、スクリーンの方も、こっそりってくださあの、スクリーンの方では、あの、ウルスラ・アンドレスって言ってて、あの、ロードショーの方では、アワシュラ・アンドレスって書いてあった。そう書いてあった書いてあった。ちょっとスクリーンの方が、あの、年配向きな感じ。なんですよね。後にスティーブ・マック・インもスティーブ・マッキーになったりしてたからね。味あの、気持ってるんですよ。あの、 ブロンソンズの、あの、CT。ありがとうございます。あの、あれで感動したのは、あの、その中、あの、オールスターの中でも、特に主役っぽい感じじゃないのっていう、スティン・マック・インを差し置いて、あの、ブロンソンに、あの、俺、 穴を掘る。を掘る。あれ、そこに執着したの穴掘り担当ですごいな、そう思って。ブロンソンの活動を、はい。褒めたたえようと思って、作った歌だった。もう大雑草の中でも、ブロンソンなんですそうですよね。ブロンソン。ラックをね、スタジオボイスの。はい、ブロンソンやっておりました、連載。うん。それで、あの、本も持ってるんですよ。はい、ありがとうございます。あの、ブロンソンならありがとうございます。戸川さんの、じゃあ、聞きますけど、曲。はい。今日、

じゃ違うんですよ。これ、ジュテーなんですよ。じゃあ、残り、サウナライマニュフジじゃなくて、あの、間違ってかかりましたこれ、生放送の。生放の良さですよ。良さが悪い。そうそう。まあ、それで、あの、ジュもかかりましたところで、ジュの話をしますと、あの、まず、ジュテムって曲がありまして、先にありまして、それから、あの、セルジュ・ゲンズ・ブールは、ジュテムという、あの、映画を撮りました。なるほど。それで、あの、だから、元は、曲は先で、それで、あの、だから、ジャケットなんか、あの、 あれですよ、あの、長い髪の毛なんですよ、ジェン・バーキンが。だけど、うん、あの、じ、ジテーム、映画のジュテームでは、うん、あの、なんかね、ストーリー的にはね、うん、あの、男の人を愛する男の人に、うん、あの、うん、ボーイッシュなジェン・バーキンが愛されちゃって、うんうんうん じゃあ、もうちょ短と、さよなら、て愛さュない切なさみたいな、感じの映画でした。じゃエマニュエルカットみたいな頭してるってことですかあ、そうそうそう。あの、エマニュエルカット。そうですね、まさにそう。ちょっと横分けのショートヘアですよね、エマニュエルカットはね。そうですね。うん、ジュテームのジェンパイクもそうだったと思います。はい。じゃあ、もうちょっと、さよなら、エマニュエうだたとません念でしたね。次のやつ行ってくださいよ。次の、次の曲行きまし あのー、いろんな人とに話が合わなくてね、でも、ここなら話が合うだろうっていうね。ええ、今、ちょろっと見ましたけど、コンボイって書いたんですけど、意外じゃないですか。そう、コンボイじゃないですか。コさんからコンボイ聞くの意外じゃないですか。そうですか私、三平銀歯好きですよ。三平銀歯だもんね。ーんあのー、で、うん、アルマクロが、あの、一番最初のシーンで、うん、あのー、 クリスト、クリストファーソンじゃなくて、クリストファーソン。クリストファーソン。よね。そうあの、奥目の。奥目の。ヒゲあ剃ったらあんまり魅力ない。感じの。あの、さっきあの、ブレードとかに出てる。ブレイズだっけ出た出た。あの、あのトトラック、トラック。トラック走らせるだけだでかい、大型トラックというの、特殊大型トラックっていうのかな、でかすぎる。でかとろですよね。あの、あれを、あのアングルで下見ると、確かジープに乗って、

だちょっとあのボもう誰にも止められないというキャッチコピーだった日本のポスターにん止いられない実際そんな感じでしたね実際そんな感じでしたちょっと行ってみますか曲じゃあちょっとかけて下さいコンボイのテーマコンボイのテーマどラップなんですよねだからあのののそう昔なに あの出替えとかいあのラップだとかあの映画音楽はそういうのの方向ですよねはい、はい、すごいね<で>三平均波さすがですねですね,ね早いですよねでもねこれもねあれなんだってあの元々あ,あの元々先に曲があったんだってあ,あるヒットして <laughs> それで映画作ったんですだからどうなんですか三浦さん的にはそういうのあったのをサントラって呼べるんですかサントラとしては。でもまああのタランティーノとかそういうことありますもんね。そういうことであります。リスペクトで始まることありますもんね。なるほどな。でもこの後ですよね。トラックやろうとか来てるのねそうですね。この後の影響下ですもんね。そうですねね。 ああ、なるほどな。じゃあ、次の曲ちょっと紹介して。はい、あの、そして私が、私あの、これはイメージぴったりだと思った、俺、とえ、そうですかうん、これは。あのー、オーメンツオーメンツっついか私、ジェリーゴードスミス好きで。ジェリーゴードスミス。はい。それであの、結構あのね、エイリアンもランボも、スタートリックも、あと、意外とね、昔の、あの、さっきエビスタと話したけど、あの リメイク前の、モノクロの、物体 X。あ、そうなんだよ。ジェリー・ゴールスミスなんだ。そうなんですよ。ザ・シングってね、元の。そうで知ったの。へぇー。うん。そう、へぇそれで、あの、オーメン、これ、あの、私、ゲンジカってうユニットやってて、その相方の、あの、上野。上野さん。あ、ちなみに、上野さんが映画音楽やって、さっきはヘルタ・スケルタって言ってるけど、あの、私、ウストンだって使われてるんですよ。え エルタスケルタ。あの、何ですかええ、なんて言いました今。あ、虫の女。虫の女はいはい。ちょっと、あの、アメコーバの、あの、さっきの映画の、あの、スダの女みたいですけど、虫の女ってのは使えてて、あの、羽が生えてたやつのジャケットのやつですょそうです、トンボみたいな羽が生えてたやつでしょはい、覚えてますよ。僕、レーダーマンまで全部買ってます。あ、そうなんですかありがとうございます。大好きでしたね。あの、その、あの、 スミスの、はいはい、その、ウィオンさんのうちに、あの、お互い聞かせたいものがあるって言って、はいはい、私は、うん、あの、オーメン2を持って行ったんですよ。うんうん、それで、私がかけたら、うん、僕たちの運命だなんて言われて。オーメン2で。うん、なんでですかって言ったら、うんうん、ウィオンさんのか書いた、僕が聞かせたいのはこれだったんだって,って,っていうのが、あの、うん 学園隊長のジャンヌ・タルク、ジャンヌかな、うん、あの、クラシックの。ショ、うん、そっくりで、えー。でジェリー・ゴールド・シミーパクたんじゃねえかよ。じゃ聞いてみましょうか、はい。じゃあ、オーメン2。 はい、ということで、オーメンツー。かかんけどもうギリギリ呼んでもらったんで、また読んでくださいよギリギリ。ありがとう、もう、ほんギリギリです,すいません。オーメンっていうと、西川のりおさんのことを、すごいやっぱり、オーメンっていうのは、はやせまいったから。はい、ということで、次回はいつになるか、わかりませんが、また会えるといいなということで。<や>この番組を終わらせていただきたいと思います。戸川潤さんでした。どうもありがとうございました。サンテレビ最高。日本の女優歌手。戸川潤は言いました。引き続き。 各地の放送局からニュース天気予報などをお伝えします。